当チャンネルではガンダムに登場するモビルスーツの解説を行っています。いろんなガンダムや機体の解説をしているので楽しんでくださいね。早速だけど今回はモビルスーツではなく人物の解説だよ。ガンダムシードに登場するフレイについて。ぜひ教えてくださいな。それでは早速フレイについて解説していくよ。フレイはもともとは平凡な女の子で、日常生活を送っていた彼女も、戦争という非常な出来事が彼女の運命を大きく狂わせていった。愛する父を失い、その深い悲しみと怒りは特定の集団に対する憎悪へと向けられていくことになる。その結果、彼女の性格は次第に崩れていき、戦争の犠牲者として精神的にも大きなダメージを受けることとなっていく。彼女の人生は、最終的には戦争によって命を落とすという悲劇で終わったのだが実は、まあそれは後ほどだね。フレイ・アルスターについて語っていくぜ。序盤では地球連邦とコーディネーターの対立から大きな打撃を受けていたんだ。まずはふるさとと友達を奪われてしまった。しかも自分も危険な目に遭っちまってな。ザフトに捕まると思い込んでいたらしいぜ。それは恐ろしい経験。だからコーディネーターを警戒するのも無理もなかった。そして当初はキラのことを知らなかったから、キラとのトラブルもあったってわけだ。確かにそれじゃあ誤解も生まれてしまう。さらにフレイは父子家庭で育ったんだが、父親がザフトの攻撃で命を落としちまってな。それで憎しみの気持ちまで抱いてしまったそうだぜ。家族を失う悲しみに加え、敵対する組織に殺されたのですもの。憎しみは当然の気持ちだと思う。ちょっと外れるが、フレイについては賛否両論ある。シードだけじゃなくてガンダムシリーズ全般でも誤解されがちなところがある。なぜそうなのかしら？フレイの行動に何か理由があったのかな？終盤でフレイ自身がザフトに行ってコーディネーターの中に置かれる経験をするんだ。そしてクルーゼに戦争を終わらせる鍵を任されて戦場に放り出されるんだ。脚本によるとキラを誰よりも理解していたのはフレイらしいからな。キャラクター的にも15歳のナチュラルということを考えると、最も人間臭いキャラだったんじゃないかな。フレイの行動には理由があり、成長の過程が描かれていたのか、単なる誤解ではなさそうだわ。無印ではフレイがメインヒロインとしてキラの心を掴み続けていたんだぜ。でも中盤以降、二人が対面することはなかったんだ。そうなのか、約束した対話ができないままフレイは亡くなってしまったんだよね。そうなんだよ。その結果、キラはフレイの影にとらわれ続けることになってしまった。それは辛いことね。キラも大変だったのでしょう。監督の福田さんはフレイが生存していたら、キラと罪悪感を抱えながらも結ばれていただろうと言ってるんだ。なるほど。そうすればキラにとってはずっと心の支えになっていたのかもしれないわね。そうだろうな。脚本家の諸沢氏もキラを誰よりも理解していたのはフレイって発言してるからな。二人の間には深い絆があったのは確かなようね。インタビューによると、脚本の両沢さんはキラとラクスの関係に乗り気じゃなかったらしいんだ。え、そうなの？なんでだろう。好きな男ならなんでモビルスーツを渡して戦場に出すんだ。やってることと言ってることが違いすぎていて気持ち悪いと言ったようだね。さらにシードはもともとは無印のみで終わる予定だったらしいんだ。キラも最初は死ぬ予定だったんだぜ。え、ほんと？でも人気が出たから生存させて続編につなげたの？その通りなんだ。監督のインタビューでそう語ってるんだ。作品の方向性を大きく変えたことになるのね。スタッフの思いとはまた違う展開になったわけだ。脚本家の両沢さんは記事にもフレイについて興味深いことを発言していたようだ。どんな内容なの？フレイは自分では認めたくない。でも、キラのことがとても好きになっていたと思います。でも、一度キラと離れて、その後しっかりとキラと向き合おうとした時にキラは行方不明になってしまいました。だからフレイはキラとしっかり話をしたかった。フレイは最後にキラに素直な自分の気持ちを伝えたかった。さらにキラもフレイには救われていたことは確かなことです。一人でキラが戦っている状況でも、嘘であったもフレイは私があなたを守ると言ってくれた人だからです。キラを守ると言ったのはフレイだけなんですよ。したがって、しっかりキラとフレイが再会していれば、恋人同士になりそうな二人だったと思います。このように脚本家の両沢さんは語っていたようだ。なるほど、二人が恋人同士になれる可能性もあったわけね。そうだな。こういった情報から無印の時点ではフレイがヒロインだったけどその続きが決まったため、別のキャラクターを新たなヒロインとした、と想定されるんだよ。フレイはヘリオポリスの学生として物語に登場するんだ。突然の戦争に巻き込まれて精神的に参っちまったんだぜ。そりゃ辛い経験だわ。特に箱入り娘だったとすればなおさらね。そうなんだ。コーディネーターに対する偏見も強まって、キラがコーディネーターとわかると距離を置くようになっちまったんだ。それは仕方ないことかもしれないわね。
戸惑いもあったろうし。アルテミス基地でもキラのことをコーディネーターだと暴露して窮地に追いやってしまう始末だったんだ。それじゃキラも大変だったわ。フレイさんの行動が影を落としていたのね。ラクスに対してもコーディネーターのくせにとどなってしまったりしてな。これらの行動でキラの精神的苦痛にもなったし、視聴者にもナチュラルとコーディネーターの確執が伝わったんだろう。確かにそうね。フレイさんの行動を通して、当時の世界の複雑な状況が浮き彫りになったわけだ。その後、避難民の中にフレイがいることを知ったジョージが先遣隊に同行していたことがわかり、フレイは父との再会を楽しみにしていたんだ。そうなのね。避難の末に家族と再会できると思ったんだろうね。しかしその先遣隊がクルーゼ隊に襲撃されちまって、フレイはラクスを人質にしようとしながらも、目の前でジョージの乗った艦が撃沈されてしまうんだぜ。まあ、それは衝撃的な出来事ね。大切な人を失ってしまうなんて。そうなんだ。父を守れなかったことで、キラに本気で戦ってないんでしょう？と八つ当たりをするようになっちまうんだ。辛い体験から来る言葉だったのね。ここからキラに対するがみつらみも深まっていったのかな。さらにキラがアスランのことを友人だと話していたのを盗み聞きして、キラへの憎しみが本格化してしまうんだぜ。父を殺したコーディネーターへの憎悪が、味方のキラにまで向けられるようになってしまったわけね。複雑な心情だったのでしょうね。しかしその後、フレイはキラに先の暴言を謝罪するんだぜ。そして正式に地球連合軍の志願兵としてアークエンジェルに残ると言い出す。そうなのか、それでキラへの好意を見せるようになったの？そうなんだが、その真意はひどいものがあったらしい。キラにコーディネーターをできるだけ多く殺させ、最終的には戦場で死んでもらうことだったんだとさ。ま、ひどい。フレイの復讐心が過ぎたようね。そうなんだ。父を守れなかった罪悪感と、自分が艦に残ることへの罪悪感から、キラを戦場に縛り付けようとしたんだぜ。つまり、精神的に参っていたキラを意図的に利用していたわけなのね。そうなんだ。フレイはキラに急接近し、濃厚なキスをしたり、地球降下後には肉体関係まで持ってしまう始末だったんだ。ま、もう、土曜の夕方にそんなシーンが放送されるなんて。HD リマスター版やスペシャルエディションでは、行為中の様子まで描写されちまって、視聴者の間で大騒ぎになったらしいぜ。このようにフレイはキラを守らねばならない存在として利用し、サイトの婚約も解消してしまうんだぜ。それではサイトの関係も悪化するし艦内に不和が生じたのね。でもサイへの思いは消えてはいなかったらしい。キラへの劣等感からストライクを動かそうとするも失敗し、キラが悔し涙を流すのを涙ながらに見つめていた。フレイ自身も複雑な心境だったのでしょうね。ベッドシーンの後、キラが出撃し一人残されたフレイは、自己嫌悪からか笑い声を上げながらも涙を流していたらしいんだ。辛い気持ちと背徳的な行為への後悔が入り混じっていたのかもしれないわね。フレイの内面が垣間見えるエピソード。その後、フレイはキラに暴言を謝罪した上で、自ら地球連合軍の志願兵となりアークエンジェルに残るんだぜ。それで婚約者やら貞操すらも捨ててしまったの？そしてフレイの策略通りキラは自分を守るために戦い続けざるを得なくなっちまったわけだ。確かに手ひどい計画ね。でもその一方で、フレイ自身がキラのそばにいることで、彼の傷つく姿を直視せざるを得なくなってきた。そうすると、本当は優しさから来た行動だったのかもしれないわね。そうかもしれない。見せかけだった優しさが次第に本物へと変わっていった感じだ。日常の出来事からそうしたフレイの気持ちの変化が垣間見えたのね。そうなんだ。例えばかがりに対する嫉妬心のむき出しなんかもそうだったようだ。キラすら戸惑うほどの独占欲を見せていた。でもフレイ自身は、キラに惹かれ始めていたことすら認められずにいたのね。複雑な心境だったのでしょうね。しかしながら次第にキラへの愛情が芽生えてきたことで、打算的にキラと接することができなくなってきてしまったんだぜ。そりゃ複雑だったわね。愛情と復讐心が交錯していたのでしょう。オーブ入国時に父のことで艦に残ったキラのことを知り、フレイの様々な感情が爆発してしまう。そしてキラに当たり散らしていく。つまりフレイの本当の気持ちが出てしまったということね。実はキラの方も、フレイが最初は自分を利用しようとしていたことに気づいていた。だからフレイに静かに別れを切り出して、歪んだ恋人関係に終止符を打ったんだ。お互いに気持ちを押し殺しきれなくなった結果、関係が終わってしまったわけね。複雑で曲がりくねった恋愛関係だったみたい。キラとフレイが別れを選んだ後も、クルーゼ隊によるアークエンジェル狙撃の脅威は去らなかった。つまり戦いは続いていたということね。居場所を失ったキラは仲間を守るために同胞との過酷な戦いを続けざるを得なくなり、心身ともにボロボロの状態になってしまうんだ。それはキラにとって耐え難い環境だよね。だからフレイはキラと本当に向き合い、関係をリセットすることを決意したんだ。
出撃前のキラに話しかけたものの、うまく話せなかった。喧嘩別れしてからの気まずさもあったろうし、緊迫した状況だったわね。でもキラは察してくれて、帰ってからゆっくり話そうと約束したんだ。そしてまた戦場へ向かったんだぜ。でも残念ながらその戦いでキラは MIA になってしまった。MIA って？戦闘で行方不明になった人だね。そしてフレイはキラに謝る機会も、関係をやり直す機会も失ってしまったってわけなんだ。フレイの復讐心は、キラが戦場で命を落とせばその目的を果たすことができると考えていた。しかしながら、そうした目的が果たされても、フレイ自身はキラに心を痛めてしまうのだった。自分の過ちをごまかそうとした結果、フレイはサイとの関係を再構築しようと試みるが、サイはフレイの事情とキラへの感情を察していたため、フレイの過ちを指摘して拒絶してしまう。サイにはキラへの思いが変化したフレイの姿が見えていたのだろう。フレイにとってはキラの命を望まない側にあったものの、フレイ自身はそうしたことを認めたくなかった。そして実は小説版ではフレイの心情がより細かく描かれていて、キラへの行いを後悔してる描写がある。キラが捕虜になった際、フレイはキラをオーブ側に引き渡そうとしたんだ。でも後になって深く後悔し、キラが戻ってきたら自分の思考を誤り、もっと優しくしようと決意したんだよ。フレイもキラのことが本当は大事だったのね。そうだな。さらにフレイはサイからも拒絶されて精神的に参っていた状態だった。自分の行いを客観視してサイに拒絶されるのは当然と自覚し、サイとキラ両方への罪悪感に苛まれていたんだ。キラとサイ、二人に裏切られた心境は察せられるね。その最中にディアッカの暴言を受けて激高し、コーディネーターなんて死んじゃえばいいと叫んで医務室の銃で撃とうとしたんだ。ディアッカはコーディネーターだからな。でもミリアリアに止められたんだ。フレイはなぜ自分を止めるのかと問うたそうだぞ。ミリアリアがフレイを止めたのね。でも両者ともに混乱していたからあまり話が進まなかったってことなのかな。さらに小説版ではフレイがディアッカを射殺しようとした出来事についてその行動の背景が掘り下げられている。どういう背景があったの？キラの戦死をショックで受け止めきれなかったことが原因だと、ミリアリアが分析していた。キラへの思いが強すぎて一時的に精神を失った。なるほど。キラが死んだことでフレイも大きなダメージを受けたのね。その心の傷が行動に出てしまったわけか。そうらしい。視聴者からはまた非難の声が上がったそうだが、小説版ではそのあたりの心理描写が手厚くなされているんだよ。そうすると、単なる憎しみの表れではなく、心の深い傷に起因する一時的な発作だったことがよりよく伝わるわね。その後、フレイは軍本部から突然の転属を命じられてしまう。どういう理由で？実は、フレイの過去の悲劇的な経緯をプロパガンダとして利用しようと、上層部が考えていたらしい。まあ、フレイの生い立ちを考えればわかる気もするわ。でも安っぽいプロパガンダに利用されるなんてかわいそうね。そうだろう。結局フレイはムーヤ・ナタルと共にアークエンジェルを去らざるを得なくなってしまったという。そしてその後オペレーションスピットブレイクの混乱でムーたちと離れ離れになってしまったんだ。フレイはアークエンジェルに戻ろうとしたが、サイクロプスで命を落とす直前まで行ってしまった。まあ、危ない目にあったのね。そこでクルーゼに偶然出くわして拉致されてしまったんだ。クルーゼの声が父親に似ていたせいで、フレイは複雑な気持ちになったらしい。それは予想外の展開ね。ザフト軍に捕虜扱いされ、クルーゼの傍らにいなければならなくなった。他のザフト兵からは当然疑われる目で見られていただろう。そりゃ気まずい思いをしただろうね。でも、コーディネーターの集団に囲まれて生活することで、フレイ自身の見方も変わっていったのかしら。その通りだ。キラへの思いもあって、徐々にコーディネーターに対する見方が変わっていったんじゃないかと思う。フレイの運命はさらに紆余曲折を極めるんだ。クルーゼと共に2ヶ月近く過ごした末、メンデルでディスクと呼ばれる何かを手渡され、救命ポットに乗せられて宙に放り出されてしまったんだ。え、そんなひどいことを。それでフレイはどうなったの？フレイは通信で戦争を終わらせる鍵を持っていると口走ってしまい、それに気づいたアズラエルの指示でドミニオンに回収されることになる。まあ、フレイはそういう重要な存在だったのね。でも助けられたのは良かったわ。その際、キラの声が聞こえてきて、キラが生きていることがわかったんだ。キラはフリーダムでフレイを助けようとしていた。キラが生きていたのね。それはフレイにとって願ってもないことだわ。でも、しかし、メンデルの出来事でキラの心が不安定になってしまい、フリーダムの性能を十分に発揮できなかった。結局、互いの生存は確認し合えたもののドミニオンの包囲を抜けられず、再会は叶わなかったんだ。それは悲しい結末ね。互いに生きていることは分かったけれど、本当の意味での再会はできなかった。フレイとキラ、両方とも辛い思いをしたのね。フレイの運命はさらに紆余曲折を極めるんだ。
クルーゼと共に2ヶ月近く過ごした末、メンデルでディスクと呼ばれる何かを手渡され、救命ポットに乗せられて宙に放り出されてしまったんだ。え、そんなひどいことを。それでフレイはどうなったの？フレイは通信で戦争を終わらせる鍵を持っていると口走ってしまい、それに気づいたアズラエルの指示でドミニオンに回収されることになる。まあ、フレイはそういう重要な存在だったのね。でも助けられたのは良かったわ。その際、キラの声が聞こえてきて、キラが生きていることがわかったんだ。キラはフリーダムでフレイを助けようとしていた。キラが生きていたのね。それはフレイにとって願ってもないことだわ。でも、しかし、メンデルの出来事でキラの心が不安定になってしまい、フリーダムの性能を十分に発揮できなかった。結局、互いの生存は確認し合えたものの、ドミニオンの包囲を抜けられず、再会は叶わなかったんだ。それは悲しい結末ね。互いに生きていることは分かったけれど、本当の意味での再会はできなかった。フレイとキラ、両方とも辛い思いをしたのね。さて、フレイの運命は最後の最後で悲しい結末を迎えることになる。第二次夜勤部へ攻防戦の最中、アークエンジェルを撃とうとするアズラエルに食い止めの通信を送ったことで殴られてしまう。それはひどすぎるわ。その混乱に乗じてナタルに促され、フレイは他のクルーたちと脱出艇でアークエンジェルへ向かう。するとそこでキラのフリーダムと再会を果たすのだ。ようやく本当の再会ができて、キラとフレイ、二人の思いが通じ合ったに違いない。しかし、クルーゼのプロビデンスからビームが放たれ、脱出艇が直撃を受けてしまう。フレイはキラの目の前で爆炎に包まれ、そのまま命を落としてしまったんだ。キラの前で、フレイが、それは無残すぎる最後だわ。キラはどんな気持ちだったろう。二人を嘲笑うような惨めな最後だった。キラの前で命を落とされるなんて、フレイにとっても辛すぎる結末だっただろう。そうね、互いの思いが通じ合えたかに見えた途端、フレイが命を落とすなんて、キラの心の傷は計り知れないはず。最愛の人を目の前で失うなんて、誰が受け止められるだろう。まあこのようにフレイは亡くなってしまうんだが、それについて納得できない人も多かったようなんだ。そしてそういった人を救うストーリーがその後出てくるようになる。まず G ・ジェネ・ディエスにおいては、プレイヤーの選択によって彼女はクルーゼによる危機を回避し、アークエンジェルでの救出が実現する。そのシナリオでは、フレイがキラと再会し、過去の行動に対して謝罪する感動的なシーンが展開されるんだ。さらに物語の終盤では、ラクスと共に新たな旅に出るキラの姿を、フレイが遠くから静かに見守る様子が描かれる。そしてミリアリアからキラとの再会を促されるものの、フレイはそれが互いにとって最善ではないと判断し、このまま会わない方がいいというセリフがある。自分自身の道を見つけることに専念すると決意しているフレイの成長がうかがえる、希望に満ちたエンディングだと思うよ。それは救われるお話ね。そうだな。これ以外にもファンの皆さんが創作した F ストーリーでもフレイが生存しているお話がたくさん存在する。それくらいフレイには生きていてほしい、と思っている人たちが多いということなんじゃないかな。ここからは以前フレイの動画を投稿した時の皆様のコメントをご紹介していきます。フレイはストーリー的に見ると、キラの起爆剤、よね。序盤ではキラの戦う理由になって、他に戦う理由が固まる中盤、終盤ではキラと離れ離れになってる。そして最後はクルーゼを倒す強い衝動をキラに与えた。対して人間性は、簡単に言えば、親の影響もあって強い偏見を持った思春期の女の子。キラに対しての振る舞いは無力なフレイができた最大限の復讐だったけど、キラとの交流を経て考え方も変わる。作中でも経験を経て特に精神的に成長したキャラだけど、それを見せる機会に恵まれなかったキャラかなと。大人になってから、行動理由も心情も理解できるようになるキャラだと思う。フレイは生き残るルートは初期プロットだったらしいから、その場合はかなりが死んで、フレイがストライクルージュに乗っていたらしいですね。かなりかフレイが死ぬ2つのプロット出してきてブラモカの段階でも決まらなかったから、ストライクルージュを赤くして、でも乗せれるようにして、シールで後から貼れる獅子でかなりの場合は区別する予定だったと、プラモ雑誌に昔書かれていましたね。フレイが助かったら双子の姉のかがりが死んでいたから、どちらでも悲劇を持ち込む気だったでしょうが、フレイよりかがり人気になりかがりが生き残ったんでしょうね。台本書きの監督の奥さんが、種子でのかがりの不遇は中盤に初期に死ぬ予定なかったトールの代わりに死亡させるキャラで、続編だったから使い方がうまくいかなかったでしょうね。アスランにかなり殺させる予定だったんでしょうね。シードはキラとラクスとくっつくのでなく、フレイとくっつくべきだったんだよな。戦争の根底にあるのが人種差別だったからこそ、コーディネーターを兼をしていたフレイがキラを通して偏見とわだかまりを捨ててキラとくっつくことで、ナチュラルとコーディネーターの未来への希望となったんだが、
しかし、キラ視点ではフレイに対する贖罪しかないから。だからさ、彼女のことを悪く言うのは、もうやめようよ。運命に翻弄されただけの、ただの女の子キャラ、それでいいと俺は思う。フレイって生き残ってハッピーエンドってあるのか。フレイはなんだかんだで父親の言いなりだからハッピーエンドが想像できない。現にサイが好きになったのもコーディネーター嫌いなのも父親がそう言ったからだしな。フレイに関しての評価は本当に人それぞれであるため、当チャンネルで良い悪いの評価ができませんが、皆様のご意見をぜひお待ちしております。それではそろそろ終わろうよ。はい、視聴者の皆様、最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知設定をしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。